おはようございまーす。ティレット、申しまーす。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ、始めていきたいと思います。なんだこのトーンは。あのですね、皆さんにお伝えいたします。本日の私、寝てません。誇れることじゃないんだよな。この前が夜勤で、まあ夜勤になってね、帰ってきて寝たんですよ。18時だったんです。18時まで9時間ぐらい眠りこけてたんですよ、どうやら。疲れでしょうね。で、その眠りこけて、そんな18時に寝たらさ、普通の人が12時に寝れますかって話ですよね。6時間しか起きてないんですよ。寝れんわな。2時間ちょっと寝たんですよ。で、5時ぐらいに起きました。5時ぐらいに起きて、まあ、手持ち豚さんだったから、近くの24時間スーパーに買い物とか行ってさ、日用品買ってきたんですよね。で、明日がね、朝4時起きなんで下手に寝れないんですよ。こうなると、こう寝れてもまあ昼寝です。はい、なんで1日分の睡眠時間を全部ペイして、私は今ね、実況を撮ることにしました。なのでですね、今回は、いや、いつもかトークが下手だぜ。本日使うならですね、来ましたよ、皆さん大好きな脳筋3体です。この3体をするとですね、皆さんご存知だと思うんですけど、合体します。はい、有名なモンスター、もしかしたら偶然作った人も多いんじゃないでしょうか。暗黒の魔人登場です。暗黒の魔人といえばね、1の最初に出てきた、結構最初の方に出てきたね、合体モンスター。力がすごく高くてね、まあ、大きいモンスター3体で作るんで、まあ、単純にね、なんかロマンはありますよね。そしてね、この、で、原作よりだいぶ小さいな、お前。うん、こうして見ると、カブト小僧と同じぐらいの背になってんのはな、来た。叩き潰すが強いんじゃん。いけ、パワーがみなぎる、いくぜ。500って取る。威力も高い。あ、ね。何がいいって、威力も高いんですよ。技の威力係数もちゃんと高いから、力高いしで、ね。うん。だから、鬼コンボを取って、例のね、力一番高いね、どっかのウルトラスタンプより火力が出るんですよね。はい。うん、まあ、ちなみにですね、鬼コンボと共通した着点はね、もうボロボロのことですよ。物質系とは思えない身の守りの低さがびっくりするんで、ね、体勢もね、鬼コンボと同じようにひどい目にやっております。ちなみに、こうやってボコボコにされます。暗黒の魔人は鬼コンボと一緒でね、とにかくね、優雅にコロ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 転がっていきます、地面を。力以外のね、すべてを捨ておいてるんでね。力に関しては鬼コンボより上です、残念ながら。ただ、回心は出ないんだっけね。鬼コンボを使って回心率は低い。もう純粋な打撃よ。怒りの魔人との違いは、怒りの魔人の打撃体勢とかね、ちゃんと体勢も持っておいて、まあ、パワータイプ。で、暗黒の魔人はそれをもう全部ペインして、全部力に振り切りました。全部力。まあ、でもロマンではあるんだよね。合体モンスターのロマンをでも忠実に再現してるよね。うん、合体モンスターって言われ、やっぱ、パワーだ。で、拳に、パワーがみなぎる !502。いいよー、いけいけ、暗黒の力振り絞るロマンすぎだろ、この火力よ。俺、でも、暗黒の魔人、俺嫌な思い出しかないの。ジョーカー2って皆さん知ってますか？俺、ジョーカー2の暗黒の魔人がさ、超嫌いだったんだよね。ジョーカー2のね、暗黒の魔人ってね、モンバトとは、全く違う性質を持ちます。今、ゲップの聞こえ、ちょっとめっちゃ汚いんだけど、今、実況中今ゲップしたんだけど、クソなんだけど。今日ダメだな。ジョーカー2の暗黒の魔人とはもうね、全然違うほどびっくりするね、耐久がないんですよね。ジョーズのね、暗黒魔人はクソでした。はい。マジでクソでした。もうゴミでした、あいつは。小学生大会の決勝戦が暗黒の魔人と暗黒の魔人だったしな。モンバット大会と同じじゃないか、怒りの魔人と怒りの魔人の。ちょ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 ボロボロされとるぞ、ちょっとお前。しかも遅いしな。まあね、なんか分かりやすくね、サンドバッグって言うんですね、これ。これを人はサンドバッグって言いますよ、この現象ね。はい、行くぞ、暗黒魔人、行くぞ、はい。行くぜ！じゃあ、拳に、パワー！あれ？
ドロンドエヴァに言っちゃダメさ。いけ、頑張れ、叩き潰す、握り潰す。あーもう誰言っとん。ちょっとお前さ、誰に何を売ってるの。頼むぞ暗黒魔人さんよ、暗黒の魔人さんよ、ちょっと頼むぜ。おい、本家でもよかったの、お前本家でもあんま強くなかっただろ。そうそう、本家でもそんなに強いモンスターじゃなかったんですよ、暗黒の魔人って。ちょっと待って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 、これワンチャン削り切られるんじゃないの、大丈夫暗黒の魔人。なんかボコボコにされてますけど、ちょっとお兄さん頼むぜ。いけいけ、叩き潰す、パワーパワー、よし、キャットフライなら大丈夫だ、キャットフライなら大丈夫だよ。いけ、暗黒の力、フルシボルー。うわー、誰に言うと、誰に言うと。ギリッギリいけたな、マジでギリッギリいけたな。大丈夫大丈夫、もう行ったから、よし、内定したから。おー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 おおなんなん、労働が情報量多いな、情報量多いな。ギガデインなきゃ負けてんじゃねえかよ。あんこマジ情けないぞ、お前ギガデインなきゃ負けてんじゃねえかよ。もうギガデインの動画にすんな、この動画を、お前の動画なんだ。お、続くぜ、暗黒のマシンが大魔王に挑むとこ見れるね。どうなんだろうこいつって。ちょっと待って、俺わかんない、暗黒のマシンってさ、大魔王いけんのか。いや、ボンファンプラキンもダメだったな。上空から雷が落ちます。とりあえず開幕一発って、さあ暗黒のマシン魔王いけんのかな。ボンファイトもプラチナキングもグレートダーキンもひどい目になってんだよね。合体モンスターは基本的に大魔王に勝てないんですよ。一人プレイの。あの一人プレイは勇気が溜まりづらいこともあって、まあ勝てないんですわ。おぉ。え？おい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 、暗黒の足。お前、まさか無道に負けんのか、おいおい、いや、暗黒の魔人、暗黒の魔人さん、どうしたんですか、やめて、ちゃって、え、負けんの、え、負けんの、暗黒の魔人、ま、大魔王いけんのか、え、暗黒の魔人さ、大魔王、大魔王以前の問題じゃないこれ。ボンファーもプラキンもさ、魔王は突破、おい。ボンファーもプラキンもだって、魔王は突破してるからね。とどめ打っといて負けるのはやめてよ。本当にそれはダメ。ね。本当にダメだからね。いくぞ。暗黒の力を振り絞る、いいよ、いやー。いてか、いて流行ったんかよ。いけ、巨大な拳に、いけ、パワー、うわー。スーパーンとは。いや、勇気本当にちょっとしか溜まってないじゃん。これさ、大魔王って勇気溜めないとダメなんだよ。合体モンスターで。やだよ、かしこしね。おお。いや、お前さ、白身は勝てる。あの、暗黒魔人、白身はお前いけるわ。いける。マジで集中しろ。いける。白目ならいけるでしょ。だって、プラチナキングですらね、白目指導を討伐してます。実績ありますからね。白目指導をね、プラチナキングが突破してる。つまり、白目のデスタムは暗黒魔人いけないわけがないんですよ。おー、ジュニーから入っていくのね。まずはバイキルトからね。3ターンでさ、確定防御できるよね。しかもデストムーンは。そんな有利な状況を持ってるのに負けるわけないじゃん。うん。いけ、コンスタントにね、パワーで押していけ、なんで出んの会心の技術。いいよ、コンスタントにパワーで押していこう。オッケーオッケー。叩き潰す、握り潰す、うわ、いや、でも十分十分十分。もう、とどめボーダーはいけそうだね。さあ。激しいぶつかり合いになりますよ、ここからは。打撃の激しいぶつかり合いの可能性が高いね。3ターン目確定防御できるよ。いや、いけ、でも、こうしてみると暗黒魔人小さいの、お前。え、で、スタンマーの携帯より暗黒魔人小さいんだね。もう戻る。もう戻るの、もう本当に小さいの。なんでちょっとなんか耳まむかしたの、セブンイレブンの弁当みたいなやめてよ。セブンイレブンの弁当みたいに耳まむかしてるのかもしれないと。で、スタンマーより小さいなんてことないはずなのよ。いや、エビルテイ、やばくない、バイキルとかエビルテイでしょ、ちょっと待って。うわぁ、おぉ、まだだ、まだだ。まだだ。暗黒の魔人は不滅。瞑想とベホイムへひたすら回復するぞ。それ、浄化2なんだよな。確定防御しまーす。
ここは確定防御入るんで、まあこのさすがに白身は負けんで、暗黒魔人やったれ。いや、満ちていく開口戦。うわ、いや弱いな開口戦は。弱いてか勇気たまんのかな。まあここは確定防御できる。これさ、次のターンに勇気ためないとやばいよ。ちなみに勇気たまるかな。次のターンに勇気ためないとかなりきついね。でもデジタムなんて結構ね出れるから いやー勇気たまるかなこれ。やばいんじゃない、ここ止まったらやばいんじゃないお前。まさか、いやまさか2回も止まるなんてことあるわけないじゃないですか。いてえよ。あー頑張れ。いやこのターンに勇気ためろ、頼む。ググの力を振り絞る。うわよし、勇気たまれ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 、これは勇気たまって、さすがに大丈夫、さすがに大丈夫。いけ暗黒パワー、いいよ暗黒パワーでたまれ、よっしゃお前すげえギリギリじゃん。お願いします、魔人、同じ魔人つながり、ダークドレアム登場です。同じ魔人だけど字がちげえじゃんか、いろんな意味で。いくぜまたこれやってるよ。いや暗黒魔人小さいなやっぱり。白目すらギリギリなんだけど、この暗黒魔人。これさ、一瞬魔王に負けるかと思ったよね。この手の企画ではもはやおなじみ、魔王との対決です。やめてあげてよ。ねえ、暗黒魔人もう逃げ出してるよ。やめてあげて。さあ、来ました。皆さん、この時間がやってました。行きます。レジェンドの流れ星、なんだよこの戦いは。いやぶっちゃけ結構見えるんだよな、まあ、さっきなんか魔王に負けかけたって話があるんでね、魔王を呼んでまいりました。レベルが違うじゃねえか。一体の敵の時の魔王とさ、明らかレベル違うじゃん。竜王強いじゃん。竜王強いな。この手の企画ででも竜王ってね、意外と出てこないからね。いつもなんか武道とかハーゴンが無双してるんで、たまにはちょっとね、竜王も弱くはねえからな、竜王。竜王強いぞ、てか。だって何が強いかって、キースドラゴンとダースドラゴンって優秀な2体が周りにいるからね、3対1だからね、必然的にね。もう負け、もう負け。来たぞ、灼熱呪文ベギラゴンが暗黒のマシンを、灼熱呪文ベギラゴンが暗黒のマシンを襲います。襲いますじゃねえんだよ。やめろやめろやめろ、やめてくれやめてくれ。ちょっと待って、ちょっと待って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 、ダースラフ、ダースラフ、ちょっとやめてやめて。もう900だって。でもここからですね、なんと叩き潰すか、竜王人間体の弱点をつけます。ドン、誰になっとん、キースドラゴン。竜王人間体を打ち抜けばだいぶ出るよ。いけ、振り絞る、いくぜ。聞く方聞く方聞く方、聞いてる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 、大丈夫、自分に自信を持て、聞いとる、大丈夫、お前の攻撃ちゃんと聞いとる、自分に自信を持つんや。暗黒魔人、自分に自信を持て。普通にやっても勇気負けするんだけど。竜王のさ、人間体のさ、勇気上昇量が高いからさ、普通にやってもさ、勇気負けするんだけど、このままいくと。いけ、頑張れ、暗黒の力を振り絞る、いけなんか、チャンスありそう。ちょっと悠長にね。まさかこれでこんなしたらもうやめ、暗黒魔人動画終了だよ、お前。世界の半分をやろう、暗黒の魔人。まあ、さすがにね、うん、さすがに一回ちょっとかけてみたけど、さすがにね、寝るのは一回だけは十分だよね。さすがに寝るのは一回だけ十分だよ。さあ、でも意外とまだ終わっちゃう。ドラゴン切りで線削れるんですよ、竜王って。だからワンチャンあるかもしれないぞ、これ。なんか暗黒魔人ワンチャンあるんじゃねえか、なんか。なんかちょっと今可能性感じるんだけど、俺。俺今さ、なんか暗黒魔人完成、可能性感じるんだけど。ドラゴン切りで線削れるんでしょ、ワンチャンあるかも。なんかちょっとワンチャンあるように見えてきたな。いけ、頑張れ暗黒魔人、頑張れ頑張れ暗黒魔人頑張れ。避けない、なんかお前避けないの、避けるわけねえじゃん。なんかお前避けたりしないのお前なんかないの、避けるとか、なんか避けるとかそういう技能ないんですか君。いけ、ユーロクッコンソー268、お前だ、お前それはやばいって。
頑張れって、どこ狙ってんだおめえは。ちゃんと竜王人間体を狙えば勝機あるな。え、死ぬんですか、あれなんか死ぬんですか。え、まだ暗黒の魔人動画撮りたいっす。まだ勝負続けたいっす。うわぁ、まだだ。暗黒の魔人、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 お前いける、集中しろ、マジで集中しろ、集中だける、集中するだける、集中してできるゲームやったらいいけどな。集中してできるゲームちゃうぞこれ。暗黒の魔人がワンチャンさ、なんかの間違いで先制してタレイズブス2連でいけんじゃねえか。いけるぞ暗黒の魔人、いけるいける。あ、え、あ、え、え、許してくれないんですか、慈悲ないんですか、ちょっとお慈悲くださいよ。暗黒の魔人、ちょっと動画撮りたいです、撮りたいです。ちょっと待って待って待って、頑張った方だよお前は。